ボアドココ、あ、ココナッツだね。これめっちゃ好きなんだよ俺。はいどうも、キタシベルト、ハルくんです。今回のお芝居生活は24時間ミスド大食い生活。ミスド来た。はい、まあ多分先に僕のマックが上がってるのかな。そうだね、うん、あの時に24時間フェルトはマック、僕はミスドで VS でもなんでもないんですけど、VS もないですけど、お互いやってみようということで、うん、いやでもね、俺ミスドは意外といけると思うよ。まあもうちっちゃいからね。ちっちゃいからちっちゃいから。で俺最初どうしようかなと思ったんだけど、全制覇しようかなっていうミスド。え、ミスド結構えぐい量なの。俺あんま行かないんでミスドに、でもその代わりあのしょっぱいものとか、あ、はいはい、そのものちょっと挟んでもいいようにして、連続だとさすがに無理なんで甘いものだから、っていうのでちょっと何個食えるのかっていうのをちょっと検証したいと思います。目標としては全種類行くぞって気持ちで、気持ちは行かないとね。気持ちはあります。はい、というわけでね、はい、まあ、はるくんの24時間ミスド生活ご覧ください、どうぞ。はい、ということで、はい、三軒茶屋駅までやってきました。あのフェルトは今マック24時間やってるんで、どっちもある店舗ということで三茶行きました。やっぱミスタードーナツってあんまないの。ない。いや渋谷にないんだよ。え、渋谷ないの。渋谷にありそうじゃない、ね、全然ミスドってあんまないんで、結構ツイッターで渋谷にどうしても作ってほしいみたいな声結構あるんですけど、なんで作れないんだろうね。だからこのミスドはね、あの昔死ぬほど来てたんで、はい、こちらであの今回はちょっと楽しませていただこうかなと思います。目標的には何個いけるかプラス全制覇、全制覇を目指したいです。まだでも何個あるかも分かってないんですけど、まあ2周ぐらいいけるかもしれない。ああなるほどね。全制覇2周、全制覇2周目標しようかな。じゃあ、24時間味噌食べ続けたら全制覇2周できるのか。新しい。俺この1週間甘いも食べてないですからね。あ、この企画があるって分かってたんで。すごい、今都市鎧塚さん の, そのスペシャルドーナツがあるんですよ。これやばい。都市鎧塚ってあのパティシエの有名な人で、やばくないこれ。いや死ぬってこれ。甘いもの苦手なのに。ちょっと待って、あれこんなんだろ。ポンデリングって2種2、3種類だと思ってたんだけど、やっちまった。全然無理だった。ドーナツを頼みます。今回はパイとかあるんですけど、全部ドーナツでいきます。やばいやばいやばい、これ系は、うん、作戦だよ。はい、絶望してます。いや、あれこんなあったっけ種類。はい、これさ、家族で頼むやつじゃん、この入れ物が。まずうわー、こっちがレギュラーメニューかな。レギュラーメニューでちょっと人気のものを選んでみました。で、こっちが越塚ちんこさんのやつ。誰都市鎧塚さんのやつね。これやっぱすごいよね、クオリティ。確かに1個あたり300円近くするんで、これもレア。都市鎧塚さんの 6個かな、6ぐらい。こっちは2、4、6、8。絶対え、みんないけんのかな結構。でも甘党の人とかだったらさ、5個ぐらいバーって食っちゃったりすんのかな。ケーキ食べ放題で俺絶望したんだっけ。俺ケーキ食べ放題、芝居生活で一番きつかったの何って言われたら、もしかしたらそれで、ケーキ食べ放題。記憶ない記憶はさ、そう、なんか後半の映像の記憶なくて。ケーキ5個食ったのかな。わあ、贅沢よ。でもこれ、よし食べよう。いやーマジでも、何から食べたらいいんだろう、わかんない。一番好きなやつハニーチュロ好きなんですけど、ドーナツだったらこれですね。いや、フレンチクルーラー。最初これ言ってた方がいいと思う。え、オールドファッション。絶対オールドファッションは今2ぐらいよ。いマジか。パサ感が少ないよ。で、順番大事。いただきます。うまっ。ちょっと早くした方がいいだろう。うまっ。やっぱり来る前に、オーブンが
いや動画後半の方目ぽやっとしてるんだろうな。お互いね。うん。いやでもこれどっちやりたいって言われたら究極じゃない。まあ、やりたくない方で考えるとミスドかな。やりたくないはミスド。うん。こんな濃縮だったっけ結構。いやそうだ。だから最初に言ったらいい。すごいパサパサだね。いい意味で。うん、やめろやめろ、何を考えるな、次行った方がいい。なるほど、うん、でこれ、いいなよ。見てこれ、生チョコじゃない、キャラメルかな。ボワドココ、あ、ココナッツだね。250円。ちょっと一口のデカさ大事だと思うんで、いただきます。うまそう。うん、おなんか言い方は分かんないけどミスドクオリティじゃない。六本木ヒルズとかに入ってそうな感じの、全然おしゃカフェ出てきそうな感じ。うん、すごい。これとコーヒーで本当にそれが逆に300円で味わえるならこれ安いよ。あと都市鎧塚のケーキなんか1000円ぐらいするんじゃない多分。鬼塚タイガーの鬼塚タイガーだね。これさ、参考記録ないじゃん、ミスドナンゴってさ。正直俺はさ、5とか食ってもすげえなと思うんだよ。やばいかも。いや、普段ってさ、まあ普段どれぐらい食べるかにもよるのかな。俺フラペチーノもさ、クリーム抜きとかにしちゃうからさ、うん、麺とか。いや、俺はいけないけど、お前はいけるみたいな。え、どうしよう、本当に甘いものが今マジでいらないの今。どうしよう。お前さ、うん、例えばさ、将来娘ができたとするじゃん。はい。お父さんいつもありがとうって、これバレンタイン作ってもらってどうする。いや、めっちゃ嬉しいから、みんなで食べようっていう。やば、絶対俺全部食べるけど。嘘つくなよ。シェード入ってる。いや、ちょっとやばいな、これ手止まるわ。何から食べていくか分からん。寿司みたいになってる。うん、うわ、甘くないの行こうって思うんだけど、どこにもなかった。で、まあポンデリングとか最悪家族なら OK ってルールにしようよ。確かに女子食うからな、マジで。なあ、ポンデリング美味しい。美味しいからこそなんかポンデ磯辺揚げみたいなの出てほしい。もう運にも見放されてる。これ折れたみたいだった。まあでも時間長いからね、別に。オッケー。塩欲しいな。あ、戻ろうってなった。ちなみに僕マックこれだけ食べました、結果的に。さあ、はるかこれを越せるのか。確かに超えてえな。だから、いや絶対ホットコーヒーとか頼んだ方がいいよ。だってまだまだ使ってないからね、チェイサーは。で、一応そのどっちがやるかみたいな話になったじゃん。どっちがどっちをみたいな。ミスドだけは無理って言ったの。ミスド NG なんでしょ。 NG だね。肌荒れすごく取られちゃうから。すごいね、そんな素直に肌に出るっていう、うん、でもチョコの方が結構大きかったかも今。チョコ味がまだ別の味のような感じで楽しめるというか。コーヒー注文しました。ホットコーヒー。いや今注文しにさ行ったの買ったって言って、ちょっともうフラッとしたからね。あ、いい。そういうことだよ、コーヒーって。あ、いいわ。一番いいんじゃない。あ、うまっ。合わさった今裏取って。すげえ、うちの中の糖分が全部こう浄化されたというか。美味しいけどね。これちょっと気になるね。てかこれさ、ドーナツじゃないじゃん。パイやん。あ、そうなの。ほら、じゃあこちらマロンキャラメルいただきます。
うん、まあ5個目だからな。いやそう、これ5個目のちょっとリアクションになって申し訳ないけど、これ普通に初見だったのめっちゃ美味しい。でもこれ上にさ砂糖菓子みたいなかかってんのよ。これがいい、このパリッとするやつ、はい、これは大好き。うわでもこのクオリティすごいね。260円とかなんですけど、中にクリーム入ってんだよこれ、濃厚な。すごいよこの見た目。うまそう。いっちゃいます。すごい今来た、なんかいけるっていう瞬間が来た。片栗が、うん、未来読めた。多分この後俺担々麺注文するわ。うわうまそう。もうね無理、乳化系か。担々麺乳化ってあんの。美味しそう。でも確かにね、あのミスドもさ毎回そのトシ鎧塚さん監修みたいな感じでさ、普通になんか吉村さん監修とかあってもいいよね。うわめちゃくちゃ飲みたかった。いただきます担々麺。うわうめさ、この上にかかっちゃってるのがもっときついな。これか。一世三宅行く前に。一世三宅じゃないって。都市鎧塚だって。麺も行かなきゃダメなの。確かに。行きます。ちょ、担々麺オーブン切り替えていい？自分でもびっくりしてるよ。びっくりしてますが、いやでも最初に体がめっちゃ張りすぎてる。こっからこう加工しちゃいそうで本当に怖いんだけど。あーマジでもう無理だ本当。うまっ。ダメだ、一旦ギブです。甘いもんね、店内が。もう甘い、店内が甘い。もうね、どの景色見てももうみんなドーナツ食べてるから。休憩して公園に来ました。今日ずっとお前それ持ちながら生活するよ。あの哲也さんの石つぶてみたいな感じで。いやマジできついですやん、出すやん。きついです、出すやん。無理は、やば。おこれやっぱさっきも話したんだけどさ、都市鎧塚含んじゃったのきついね。一旦さレギュラー行くんじゃって、ね、絶対に都市鎧塚にやられてると思うんだよね。だって全部中にクリーム入ってるの。フレンチクルーラーとかクリーム入ってないからさ、割と食べやすいのよ、はいはい、オールドファッションとかもそうだけど。まずレギュラー全制覇の方がめっちゃリアルだったな。あのこれで6個目か、これ6個目か。おお。すごいな6個って。いや結構すごいことしてると思ってますよ今俺。でもミスドだけは自分の記録が一切ないから、うん、やっぱ頑張りたい。ラーメンとかはさ大体これぐらいだろうなみたいな、食べると3杯かなとかあるけど、ミスドマジでないから自分の記憶が。ブランコ乗りながら食べたらもうめっちゃミスドっぽくない。うん、でもシチュエーション大事だよね。確かにこうやって、あ取れない取れない、あおい取れな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 い、カメラ下手すぎやろおい。あ取れない取れない。最近ミスドさ、都市鎧塚とコラボしたの知ってる？すごいスタビラザビタやってる。いただきます。はい、これめっちゃ好きなんだよ俺。どう思うんだろう、地元の人がこの動画見たとしたら、はい、なんで平日の夕方ぐらいで男2人でブランコ乗ってママ味噌食ってんのっつって。お前仕事しろよってね。今だってお子さんがいるお母様が今来ましたけど、俺らの様子見て帰ってったからね。どうしようもう。気づくやん。俺何してるんですか。気づく。こんなところで。ノンピー。どうしたらいいの。とりあえず散歩してます。マジでちょっと、いや息当分通り過ぎたんで眠くなっちゃうね、マジで。なんとか歩いて
胃を開けたいなっていう感じです。はい、散歩します。今もう7時なんですけど、全然お腹すかない。お腹っていうか甘いものがね、あれなんですけど、ちょっと歩いて気分転換できたんで、いただきます。今1個いっちゃいたい。甘い。これいちごミルクみたいな感じですね。でも中にカスタード入ってる。サイズにしたらね、たった3口なんで一瞬なんですけど。ごめん、いただきます。ごちそうさまでした。とりあえず7個食べました。まあまあ進んでるんじゃないですかね。じゃ頭に糖質糖分回りすぎて眠い。ちょっとね、また寝て起きて食べれそうだったらちょっと食べたいと思います。おやすみなさい。はい、ということで、今満喫に来てます。ちょっと朝になってしまうような気がしたので、満喫で髪取りに来たんですけど、着いてそこを寝ちゃって、今2時30分です。やばっ、おはようございます。朝になりました。ちょっと感じたことのない胃もたれがあります。二郎とか焼肉食べた後の胃もたれとはまた違うね、ちょっとだけ気持ち悪い溜まり方してるんですけど、まあ、今回開始時間が2時とかだったんで、結構昼まで時間があるのでね、甘いもの全然食べたい気分じゃないんですけど、ちょっと一旦しょっぱいもの挟んで、そっからデザート感覚で最後のミスド追い込みしたいと思います。ということで、中目黒駅に来たんですけど、中目黒駅に世界で1位になったことのあるピザ屋さんがあるんですよ。ほんとおすすめなんで、ちょっと紹介したいと思います。ダイーサっていうピザ屋さんなんですけど、ここマジで本当に死ぬほどうまいんで、ぜひ来てください。おしゃれなんですよね、ここ。この前、浅野忠信さんが来てましたね。うわやばい、やばうまそう。すごい勢い余って食べてしまいました。こちらいきます。ポンデショコラ160円ぐらいしたやつ、いただきます。
ジ一緒。待って待って、ピザ大ミスりでしょこれ。頭悪い俺。待って、冷静にめっちゃ生地一緒やん。これめっちゃうまい。あのポンデリング史上一番うまいっす、これ。おそらく14時半ぐらいに始めたんで、でラスト30分ぐらいっすね今。どうしよう、しかもポンデリングってもう一口決められてるもんな。筋肉みたいになってるから、その数通りにいかないといけなくて、もうほっとこれラスト、もう切りない、もう無理なまま無理ということで、あのラストね、あのこいつにかける、こいつしかいないっすね。最後白根さんでいきます。これならいけるっしょ。白根さん力貸してください。逃走中のナレーターみたいな。ちょっと中本を食べるんじゃなくて、ポンデショコラ食べるためだけに中本食べます。いきます。辛っ。うん、うまっ。チャンス。本当にごめんなさい、本当にミスド普段大好きなんだけど10個目だからごめんなさい。これどう、さすがにない、さすがにダメ、アウト。ちょっと一応知ってみたいだけ。本当にすいません、ミスドファンの方、一応気になっただけです。ああ、意外となしじゃないっすね。激辛だからかな、あのしっかりと漬け込むと赤いキツネのあのオフ？キツネの部分あるじゃないですか、あれっぽい味になるかも。あーでも周りの砂糖がきついかもな。食べよう。じゃあラスト一口いただきます。ちょっと待って、一すすりしてから。全部は食えなかったけど、もう一個いきます。最後の最後、やっぱ都市で締めます。これ250円するんですよ、トリオデショコラってやつで。中にもクリームだ。でも美味しいわ。わ、辛みが合う、うまっ。あ、辛さと合うわ、うまラスト、いきます。ちょっと時間的にももう終わるんで、これで最後にします。いただきます。ごちそうさまでした。もう無理です。もう一個はね、時間的にももうちょっとかかっちゃいそうなんで、ギブアップです。
まだちょっと歳のやつとか余しちゃってるんですけど、いやフェルトのハンバーガーはねもっともっといけてると思うんで悔しいんですけど、まあでも1日11個食べるっていうのは普通に考えてあんまりいないんじゃないかなと思うんで、甘いの苦手な僕にしてはできたら頑張ったんじゃないかなと思います。ということで終了です。お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。いや本当に、いやもしかして都市鎧塚さんですか。でも俺もほぼ都市鎧塚よ本当に都市鎧塚になった。いやこれちょっとなんかなんとも言えないな。ちなみにフェルトの24時間マックは16個食ったんだよね、うん、僕11個でした。11個、うん、いやでも結構すごいと思うんだよね冷静に1日、まあ、11個はなかなか。いやでもグラフで示すと多分最初こうなってこう急降下して食えなくなっていったかな。あーいやまあマックよりはきついかなって俺は思う正直、うん、2つ言い訳があって、はい、どうぞ。1個は都市鎧塚すぎた明らかに都市鎧塚さん結構ボリューミーでしたね、うん、都市鎧塚全部3倍ぐらいの値段するんですよつまり3倍ぐらいのカロリーとクリーム感があるんで、はい、だから1個で食べると超濃厚で美味しいですけど、うまいんですよ。ただその個数を稼ぐには明らかに間違っていたっていう、その都市の分2222ってもしそう計算してみたらマジ18とかいった可能性あるんで、だったらレギュラーいったかもしれないっていうのがあるのと、そう、ねうん、もう一つがでしょっぱいものって言って僕どうしても食べたかったんで、はい、ピザ食べたんですよ。おバカじゃん。あそう、あでピザあれ生地一緒やってなって全然食えなくて、それでバカじゃん。確かにでも反省点があった。まあ本当にきつかったけど、その2つがなかったらもっといけたんじゃないかなとは思いましたね。はい、ちょっと悔しいですけど、まあでも限界でした本当に。およかった、やれるだけのことはやりました本当に、うん、すいません本当。でポンデリングが重すぎるんだよ。確かに持ち出したあれちょあれ筋肉みたいにこう、うん、10個ぐらいあるじゃん。だからなんかあれ個数で1個ずついかなきゃいけない。そうだから11口あるような感じして、あれもきついの。じゃあ何であれ一番いいんだろう。一番よかったあのゴールデンなんちゃうみたいなチョコのやつなんだよ、うん、あれあんま甘さないんですよ。周りについてる砂糖が甘いぐらい、はい、あれだけとかでガブガブいけば結構いけたかも。でもチョコベースじゃなきゃダメだと思います、うん、で都市避ける絶対まあもしリベンジがあるならもう1週間ぐらいかけて全種類ちゃんとやるみたいな。あそうですね、ちゃんと全ね何日間でいけるかとかっていう感じで、はい、やってみたいと思いました。まあ、24時間大食いでね、はい、挑戦してほしいものがあれば、うん、というわけで皆さん最後お知らせいただきました。ありがとうございました。ぜひコメントよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。じゃあバイ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 。